リバプールの日本代表 FW、南野拓が、現地時間27に行われたカップ戦でゴールを決めた。A、リ、プールエコは、南野のパフォーマンスを、不評化している。今シーズンの南野拓はダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試しみ、中、に、0で、リバプールの勝利に終わった。 この位置で、南野は62分に先制点を記録した。同メディア、南野匠とアドリアンが好印象を与えたと、出しをつけると、南野20点満点で、7をつけて、そう、パフォーマンスを称賛した。一方、終盤に5を決めた FW ディボックオリギは、6の採点で、のの方が高い評価を受けている。ユルゲン、ロップ監督は、試合後、 南野の活躍を称え、出番、十分に与えられないのは、他の選手が活躍、ているからだけだとしていた。カップ戦2試合、3ゴールと結果を出している南野。今季のプレ、アリーグではまだ出番がないが、このアピー、が、出場機会の増加につながるだろうか。